はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は新しく配布サーバントとして実装された静木総十郎について性能解説をしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでやっていくんですが、総十郎くん単体バーサーカーの配布として実装されました。普通に熱いです。ただ宝具がちょっとね癖あるキャラクターとなっているので、まあそこら辺は解説していこうかなと思います。ということで第一スキル、自身のアーツ性能3ターンアップし、バスター性能3ターンアップ、致死ダメージ回避状態を5回の3ターン付与。第2スキル、自身の NP を倍化する、クリティカル威力を3ターンアップし、 HP が 75% 以下の時クリティカル威力を3ターンアップ、 HP が 50% 以下の時クリティカル威力を3ターンアップ、 HP 25% 以下の時クリティカル威力を3ターンアップ。第3スキル、カードタイプを選択し、自身に1ターン後に全てのコマンドを選択したタイプに変化させる1ターン、選択したタイプのカード性能を1ターンアップする状態を付与というスキル構成になっております。でこの子に関してなんか新しいスキルがねいっぱいあるんですよ。というか全てのスキルね新しいスキルとなってるんでおもろみたいな感じなんですが、まあ上から解説していきましょう。まず自身のアーツ性能とバスター性能アップ、これに関しては 20% となっているんで、まあシンプルに自バフとして運用してあげてください。で致死ダメージ回避状態付与5回の3ターンなんですが、これその名の通り致死攻撃、致死ダメージを回避してくれるという感じです。というので動画ご覧ください。おおおお、あ、そうなるんだ。そうだね、ターゲットあ、はい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 、だから耐える攻撃は食らうけど耐えない攻撃は無効なんだという感じで、まあダメージを食らったとしても致死量だった場合回避してくれるという感じです。逆に致死量じゃなければダメージ食らってしまうんですが、そのタイミングでは絶対に死なないというね保証があるんで、このね回避めちゃくちゃ強いなって思ってます。最後の最後で耐久させるっていう意味ではこのスキルめっちゃ優秀です。で次第2スキル、自身の NP を倍化させるなんですが、これに関してもうその名の通りです。 50% が 100% になるという感じです。ただこれスキル間にしておかないと 100% にはなりません。確かねレベル1だった場合 1.5 倍となっているんで 50% が 75% になるっていう感じかな。なので倍化すると言っているんですが、スキル間じゃないと倍化しないんでそこだけご注意ください。でクリティカル威力アップに関してなんですが、これ全て倍率全部 25% となっております。なので 25% が ×4、合計 100% のクリ威力を上げてくれるということで、普通に優秀って感じです。ただ HP が 75%、50%、25% っていうちょっとね調整が難しい感じになっているので、まあ基本はクリティカル威力25% アップするが確定で乗ると思ってもらえればいいかなと思います。そして第3スキル、カードタイプを選択して自身に一旦後に全てのコマンドに選択したカードを変化させるなんですが、これその名の通りです。次のターンバスターしてーなー、バスター選択しようってなったら、全てのコマンドがバスターになります。で、そこからバスター性能を上げてくれるということで、シンプルにめっちゃ優秀です。次のターン、うわークリティカル確定でしてー、バスターでクリティカルしてーなーっていう時に確定で使えるようになるんで、普通に強ないっていう感じです。で選択したタイプのカード性能に関しては 30% 上げてくれるんで、まあシンプルにクリティカル運用したいなとか、ぶん殴りたいな、宝具回したいなっていう時にこの第3スキルは使ってあげるといいんじゃないかなと思います。というのでこの子に関してスキル構成全部新しいんですが、めちゃくちゃ面白い性能となっております。なんか青崎青子がぶっ飛んでフォーリナーとしてやべえっていう感じなんですが、千月総十郎くんは面白いっていうのが正しいんじゃないかなと思います。まあ普通に性能だけで見るとね結構優秀なキャラクターとなっているんで、必ずこの子に関しては入手しといた方がいいかなと思います。でそのままクラススキル見ていきましょう。クラススキルに関してなんですが、気配遮断で自身のスタン発生率アップ、調和の心得かな、自身の非クリティカル発生耐性アップ、
おまじない、自身に恐怖混乱スキル封印状態無効を付与。うわーいいですねこれ、魔法使いの夜やった方だったらわかると思う、魔法使いやってね。というのでクラススキルはまあまあそこそこ使えるかなっていう感じかな。でアペンドに関しては対キャスターのクリティカル発生耐性あるんですけど、基本魔力装填さえ上げておけば OK です。で宝具に関してなんですが、ザ不明悪霊っていう、まあまあまあもしかしたらこのね四角になっているところに名前が入るかもしれないんですが、わあなんか不吉な感じがあっていいですねって感じです。でこの子に関して宝具は、自身の攻撃力一旦アップ、オーバーチャージで効果量アップ、無敵貫通状態一旦付与、非ダメージカット貫通状態を一旦付与、敵単体に超強力な防御力アップ特攻状態攻撃、自身に即死効果のデメリットとなっております。でこの子に関して単体ステラです。使うかどうかわからんけど、ついにステラが全体宝具ではなく単体で運用できるようになりました。これに関しては結構使えるかなと個人的に思っております。で自身の攻撃力アップに関してこれ OC1 で 10% 最大 50% ということで、まあ火力上げたいんだったら OC 上げてあげるというのでいいんじゃないかなと思います。で無敵貫通状態付与、シンプルにギミック対処できるんで優秀からの非ダメージカット貫通状態、これね初めてなんじゃないかな。確か非ダメージカットって貫通することってあんまなかったんですが、今回ねそれがついたということで、えおマジかよっていう感じからの、敵単体に超強力な防御力アップ特攻ということで、防御力上がっていたら特攻が乗ります。まあ、つまり防御力アップで火力防御力上げたとしても、東十郎くんの前ではそれデバフだよバーンっていう感じでぶん飛ばしてくれるという感じです。ただデメリットとして自身に即死効果を付与するということで、一発宝具打ったらこの子に関しては、死んでしまうっていうのがちょっと難点かなと思います。ただステラ強いんですよ。周回でめちゃくちゃ使えるんですよ。まあ全体宝具の方がね汎用性高いんですが、単体宝具でも普通に悪くないと思うので、そのこと考えると総十郎くん今後悪さしそうだなーって正直思います。でコマンドカードはバスター2枚のアーツ2枚9 1枚ということで、まあバスターのチェインとか狙っていきたいんですが、宝具打ってしまうと即死効果付与してしまうので、うん、まあ、基本クリティカル運用は通常のマイティチェインとかで狙っていくといいんじゃないかなと思います。ということで早速総十郎くん運用していこうかなと思います。やっていきましょう。で青子入れてる理由なんですが、まあ総十郎の OC アップとうまいこと活かせるとね、青子とか結構良かったりするので、それで運用しているという感じです。では早速やっていくんですが、まず第2スキルですね。これ倍化持っているんですが、 NP50% チャージの時に倍化するとどうなるかっていうと、 NP100% チャージに変わるという感じです。正直これめちゃくちゃ優秀なんで本当に便利、 NP50% 以上あったら確定で宝具発動できるっていうのは悪くないかなと思います。からの、第1スキル使うことによってバスターアーツ、即死回避を付与してくれます。なので相手攻撃してくれるとすっごい嬉しいんですが、どうでしょうね。うん、総十郎くんに攻撃がいっぱい行ってくれたらいいんですが、多分なかなか行かないで、ここら辺の通常攻撃に関してはね、魔法使いの夜をやっていると分かるという感じなので、魔法使いの夜やっていない方はやってみるといいんじゃないかなと思います。で、悲しいことに次のターンコマンドがね総十郎くん来ないということで、コマンドが来なければ第3スキル、使う必要が全く持ってなくなるという感じになるんで、ちょっとここはお茶に濁しで適当に殴ります。おーい、どういうことだってばよ。こういう時にさ、できたらさコマンドが来なくて、うわ次バスターチェインできるとかになったらすごいねハッピーだったんですが、うんっていう感じで、総十郎くんのね悪い点一つあるとすれば、次のコマンドを予測しないとこの第3スキルが切れないんですよ。例えばで言うと、次の4ターン目にこの第3スキル、まあバスターに変えようと思ってバスターに変えたとしても、次コマンドがあるかどうかが不明です。ということは
ワンチャンこのバスター性のアップ、まあ、これ宝具に乗るんでそこは使えるんですが、通常攻撃では運用できないみたいな感じになってしまうんで、そこだけ注意が必要になるかなと思います。でどうだろうな、総十郎くんに1回も攻撃が入らなかった、まあ、そういうこともあるというので、あ、コマンドチェンジされているので、バスターに変わってるって感じだね。でこういう時にまあ一応この第3スキルがあると、あ、よかったねっていう感じになります。でここからなんですが、総十郎くんと青子の運用の幅、あ、運用がいいっていう理由なんですが、ここね、通常攻撃青子の宝具入れて、OC 上げつつ総十郎でぶん殴ることができるからです。あ、通常の宝具スピードにしとけばよかったな。まあいいか。青子の宝具がスーパー青子に変身するっていう宝具なんですが、まあ1ターン目は補助系宝具になるんですよ。そうなった際にまあどうにかして耐久しないといけない、まあ一旦お茶濁ししないといけないってなった際に、総十郎くんと合わせることによって OC 上げて火力上げつつ、まあそれ以外で言うとテラとかとも相性いいですね。そこと合わせてあげると、まあ一旦青子をスーパー青子に変身させて次のターンからぶん殴っていくっていう運用方法ができるので、まあ、これ悪くないかなと思います。でまあここまでしてしまえばもうあとは簡単です。もう普通に NP チャージをしてスーパー青子で全体宝具でぶん殴っていくという形になります。なのでもうここはもう特に言うことなし、ぶん殴ろうってやつなんで、総十郎の運用方法ではなくスーパー青子の運用方法になります。ただ総十郎くんを運用してあげることによってオーダーチェンジ使わなくてスーパー青子が運用できるとか、まあスーパー青子じゃなくても他のキャラクターで運用することができたりとかするんで、まあそこ考えると結構優秀かな。まあまあまあ普通に使えるくねっていう感じになります。なので総十郎くんに関してやっぱりステラを持っているっていうのは破格かなって個人的に思うので、うん、強いやっぱこういう運用方法で周回の幅を広げてくれるっていうのは総十郎くんのいい点だし、宝具レベル2の単体宝具で12万ぐらい火力出してくれるんですよ。ちょっとえぐいね。でこれ特攻霊装とかになると下手し総十郎くんだけで50万ぐらい火力出してくれるんで、あれ、ワンチャン青子よりも単体ステラハマれば結構ぶっ飛ぶんじゃねみたいな運用方法ができたりするので、そういった意味では今回の総十郎くん新しく実装されたんですが相当優秀かなと個人的に思います。まあ総十郎くんね、普通に強いキャラクターとなっているんで、まあ、宝具レベル5にして運用してあげるとさらに火力が出しやすくなって周回でめちゃくちゃ使いやすくなると思ってもらえればいいかなと思います。ただ注意点なんですが、ステラとなっております。高難易度運用できるかって言われると高難易度運用できないキャラクターとなっているんで、まあ、そこは自分の手持ちと相談して運用していくというのが一番いいんじゃないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.